はい、こんにちは、塩見です。今ですね、神戸のですね、長田っていうところに来てるんですけど、ここでですね、レンタカーの引き取りがあるんですが、ちょっと今昼時なんでどこかないかなと思ってたらですね、神戸のラーメン屋さんのチェーン店ですね、もっこすさんっていうところがですね、長田にもあったので、久々にですね、僕もね、食べていこうと思っております。何店舗ぐらいあるのかな、10店舗ぐらいあるのかな、神戸には。まあ古くからやっているラーメン屋さんです。それでは行ってきます。シュッシュッ、こちらですね、高速長田。うわー、結構いっぱいやな。もっこすラーメンをですね、食べてみました。何年ぶりでしょうかね。おそらく十数年ぶり、下手したら20年ぶりぐらいに食べた感じですね。久々に食べた感想は、やっぱりしょっぱいって感じですね。割とですね、はい、味が濃い感じですね。塩辛いと言おうか、醤油の味と言おうか。まあ、あの麺はですね、細麺で割と食べやすいような感じでございますが、まあちょっと体に良くなさそうな味もしますんで、どっちかって言えばあれですかね、10年に1回ぐらい食べればいいかなっていう感じです。でもまあ神戸で割と老舗のラーメン屋の一軒なので、皆さんもご興味があれば、神戸来た時に食べてみてください。それではもっこすでございました。さよなら。